薬草駅は、愛知県豊田市薬草町石坂にある、愛知環状鉄道、愛知高速交通の駅である。愛知環状鉄道線と愛知高速、交通東部丘陵線の2路線が乗り入れる。駅番号は、愛知環状鉄道線が18、愛知高速交通が L09。愛知工業大学前の副駅名がある。1988年1月に愛知環状鉄道単独の駅として開業したのが始まりである。開業当時の駅名は現在と同じ薬草駅であったが、2004年10月に万博薬草駅に改称した。翌2005年3月には藤ヶ丘駅から当駅までの東部丘陵線が開業し、2つの路線の乗り換え駅となった。離にも開業後間もなく、始まった2005年日本国際博覧会では、当駅は藤ヶ丘駅と並ぶ鉄道アクセスにおける玄関駅として機能し、駅施設が大幅に改修された客対応のための仮設駅舎、ホームバスターミナルなどが整備された。万博終了後、愛知環状鉄道は2005年10月から、リニモは2006年4月から駅名を万博を外した薬草駅とした。万博終了後は多客対応時に整備された駅舎を利用客数に応じた施設規模に縮小して使用している。両線の駅とも終日駅員が配置されている。連絡改札はなく、乗り換えの際は一度改札外に出る必要がある。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。駅舎は、ホーム上空に設置された、橋上駅舎であり、愛知高速交通東部丘陵線の駅の高架部と連絡している。開業当初は、単式ホーム1面1線のみの構造の、券売機すらない無人駅であったが、改修され2004年11月に、現在の構造となった。万博開催期間中は列車を右側通行として、高蔵寺方面ホームと岡崎方面ホームを逆転させて使用することにより、万博観客誘導のための動線確保をしていた。万博終了後しばらくは、特定時間帯のみ駅員が配置されており、駅員配置時間帯のみ、自動改札機、自動券売機が稼働していたが、その後、終日有人駅に戻っている。バリアフリーに対応する設備として、ホームと改札口の間にエレベーターが設置されている。島式ホーム1面2線を有する高架駅である。有人駅。万博開催期間中は、現行の2番線の反対側に3番線ホームがあり、1番線が降車専用、2番線が閉鎖、3番線が藤ヶ丘方面ホームだった。安全対策として 1.2 番線ホームに可動式、ホームドアが設置されている。バリアフリー対応として出入り口に3基と改札内に1基の合計4基のエレベーターが設置されている。乗り場降車専用ホームからのご乗車問題1番線に到着した列車は一度乗客を降ろし回送列車となってそのまま直進し引き上げ線に入る。そして折り返し2番線に進入、到着して藤ヶ丘方面へ向かう乗客を乗せる。しかし万博開催時にあった3番線の廃止後、1面2線の島式ホームになったために、藤ヶ丘方面への利用客が誤って1番線から乗車してしまい、そのまま引き上げ線に向かってしまうご乗車が多発した。しかも折り返した後あたり駅では、扉は開けず、そのまま車庫に入庫する列車もあるため、ご乗車した利用客がそのまま列車と共に、車庫へ向かってしまうということも起こる可能性があった。愛知万博開催期間中は、リニモの全列車、全区間で運転席に乗務員を配置していたが、万博終了後は一部を除いて乗務員のいない完全自動運転を実施しているので、利用客は自分が1番線から乗ったことに気づきにくい状態であった。そういった状況を防ぐために、誘導員が1名もしくは2名が常時ホームに配置され、乗客のご乗車を防止している。各年度の1日平均乗降人員は以下の通り。地理的には、尾張丘陵と南川高原の間の谷間にある駅である。駅周辺には、住宅はあまりない。なお、国道155号を少し北に進むと、瀬戸市に入る。AB 市の明、停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編に JTB、1998年、114ページ。ISBN 978-4-533029-806。ABC、愛知環状鉄道の30年年表、愛知環状鉄道株式会社、2019年、ABC 曽根悟、週刊歴史で巡る、鉄道全路線公営鉄道、私鉄30号モノレール、新交通システム、工作鉄道、朝日新聞出版分冊百科編集部。朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年10月16日、27ページ。リニモにおける IC カード、manacaのサービス開始日について愛知高速交通、オリジナルの2017年3月31日時点における、アーカイブ。http://www.archive.org/web/20170312305647www.linimimo.jp/oshinirase1280129manaca2020 年11月8日閲覧。当以下乗車券のサービス開始日について、愛知環状鉄道、オリジナルの2019年6月2日、時点におけるアーカイブ。http://www.aikanalwa.co.jp/pdf/presspressrei.wwa/pdf/2020 年11月8日閲覧。AB、愛知環状鉄道の30年廃線略図、愛知環状鉄道、2019年、ABCDE 豊田市統計所、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 豊田市統計所。ABC 豊田市統計所、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 国道248号との重複区間。ありがとうございます。